イントしのぶえ、しのぶえ奏者の井上真美です。今回のワンポイントは呼吸は口でです。ワンポイントしのぶえその9、音はお腹からの中で、笛の呼吸は胸で吸うのではなく腹式呼吸が大事ですよとお話ししています。またワンポイントしのぶえその29、息継ぎは音楽の一部の中では、曲の流れに乗った息継ぎが大切という話をしています。ワンポイントしのぶえその30、息の配分を考えるの中では、息を吐き切る、使い切ることの大切さなどなど、これまで息に関連したいくつかの動画を配信してきましたよ。なぜなら、しのぶえは様々な息の形を使って表現する楽器だからです。いつも言っていますね。しのぶえは風のごとく。普段私たちは鼻で呼吸することが多いと思います。また、コーラスや楽器によっては呼吸は鼻からと言われますよね。でも、しのぶえは口から。基本は口呼吸です。では早速始めましょう。しのぶえは風のごとく。風のごとく演奏するためには口呼吸が大切。こちらの図を見てください。演奏するときの呼吸には大きく分けて A と B。A、鼻で吸って口から吐く。B、口で吸って口から吐く。しのぶえの基本的呼吸は B の口で吸って口から吐く。A の鼻で吸って口から吐くという呼吸では、息を鼻から吸うとき口が閉じていますね。それによって一瞬息が止まり遮断されるため、吸った空気が音に変わる瞬間が明確になるのです。B の口で吸って口から吐くという呼吸では、口から吸った息が止まることなく口から出るので、息と音が混じりながら流れを保つ。つまり、音の始まりが明確にならないので、風のように柔らかな音色になるのです。技法として、息を止めてから音を炸裂させるように、強い音で演奏することもありますが、あくまでもしのぶえの基本は口呼吸です。曲始めはもちろん、フレーズ間の息継ぎも口で吸って、柔らかな音色を目指してくださいね。今回のポイントは、口で吸った息を止めることなく吐く。ここが大切です。呼吸は口で、わかりましたね。風のように軽やかに吹きたいものですね。さて、皆様のおかげでワンポイントしのぶえも38回にわたって配信することができました。たくさんのご視聴ありがとうございました。ワンポイントしのぶえ、ひとまずここで区切りをつけたいと思います。これからもワンポイントしのぶえ、はじめようしのぶえの気になる動画を何度でも見て、しのぶえの上達に役立ててくださいね。次回からお送りするレッスン動画は、一曲解説シリーズ、名付けてレッツプレイワンソングしのぶえ。2022年1月12日水曜日から隔週で配信予定です。お楽しみに。チャンネル登録よろしくお願いします。